国立感染症研究所によりますと全国およそ500の医療機関で今月20日までの1週間に報告されたマイコプラズマ肺炎の患者は8週連続で増加しました1医療機関あたりの患者数は2.01人で1999年に現在の方法で統計を始めてから初めて2人を超えました 4週連続で過去最多を更新していて、厚労省は手洗い、マスクなどの感染対策をしてほしいとしています。